こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハウスバスター、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ミスター東人前に行きそうです。ハウスバスター、それに続いています。さらにはストップザウィンズ、12番、キングアムール、その後ろカードマニア、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。先手を取ったのはハウスバスター、メイクスキーム、すぐ後ろ、その外にストップザウィンズ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番、ハウスバスター、メイクスキーム、ほとんど差がありません。ストップザウィンズ3番手、ミスター当人いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ハウスバスター先頭、差はほとんどありません。2番手はミスター当人、あと 200m、 ハウスバスター先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ミスター当人抜けた。カードマニア、カードマニア、カードマニア1着、2着にはどうやらミスター当人、勝ったのはカードマニア、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサードランサー、スクリーンリボーン、この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りスクリーンリボーン、さらにはスカイクラシック、3番スーパークリーク、その後ろ、各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方からサードランサー先手を取りました。これに続いてスカイクラシック、並んで5番、 It's all Greek to me、 オレンジの帽子、ギャロップウェザー、その後ろ、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはタイトスポット、 It's all Greek to me、 すぐ後ろ、並んで9番、スクリーンリボーン、ギャロップウェザー、この馬もこのグループ、すぐ後ろにファッションウィン、並んで8番、スカイクラシック、ソルエイブル、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサードランサー、これに続いて It's all Greek to me、 ピンクの帽子、タイトスポット、その後ろ、すぐ後ろにギャロップウェザー、さらにはファッションウィン、黄色の帽子、エプソムエナジー、その後ろ、すぐ隣にスカイクラシック、その横にソルエイブル、サンドエナジー、この馬もこのグループ、すぐ隣にファッションアイズ、スパークピーク、すぐ後ろスーパークリーク、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はスクリーンリボーン、ここで先頭が入れ替わりました。タイトスポット、スクリーンリボーン、2番手に控えました。スーパークリーク、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。タイトスポット先頭、残り 200m、 It's all Greek to me、 伸びてきた。スーパークリーク、まだ後ろ、ちょっと厳しい。最内から一気にスカイクラシック、 It's all Greek to me、 It's all Greek to me、 1着、2着にはどうやらスカイクラシック、勝ったのは It's all Greek to me、 見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはリズム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくリズム行きました。続いて前へ行くのはアイルトンショット、さらにはアンブライドルド、14番、コーポレートリポート、その後ろ、もう一度先頭から、先手を取ったのはリズム、並んで1番、アイフレンドドーン、その外からコーポレートリポート、その外にシグナルエイコー、その外からサマースコール、内からはベストパル、合計2勢、いい位置です。
内からはブラックタイヤフェア、黄色の帽子ハンセン、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはコーポレートリポート、これに続いてハイフレンドドーン、すぐ後ろにブラックタイヤフェア、これに続くのがシグナルエイコー、内からはスノーアンドレ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、この辺りで先頭が変わりました。ハイフレンドドーン、コーポレートリポート、ほとんど差がありません。ブラックタイヤフェア3番手、大外から緑の帽子合計2世、伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はコーポレートリポート、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った合計2世、合計2世、先頭2番手はアンブライドルド、2番手はアンブライドルド、合計2世、この馬で決まりか。合計2世1着、合計2世完勝、合計2世1着、2着はアンブライドルド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。合計2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ロジータ好スタート、サンセットオール、この馬も好スタートを切りました。バルブツスピーディア前に行きそうです。ロジータ、それに続いています。さらにはクロスキャニオン、14番サンセットオール、その後ろグレートホーム、後方からもう一度先頭からロジータ先手を取りました。その外からクロスキャニオン、その隣に金豊王、その横にサンセットオール、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。では前の方から金豊王先手を取りました。2番ロジータ2番手を追走、その外にサンセットオール、オレンジの帽子クロスキャニオン、その後ろすぐ隣にタケデンファイター、その横にマルブツスピーディア、これに続くのがスイフト聖大、その隣にオータムホープ、その外にジュエルオフ、青の帽子ハイボタン、その後ろすぐ後ろにギャラントカレント並んで7番アウトラン成功、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ10番金豊王、クロスキャニオン、ほとんど差がありません。タケデンファイター3番手、ロジータ E1、 果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はタケデンファイター、タケデンファイター先頭、あと 200m、 タケデンファイター先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はロジータ、先頭はタケデンファイター、1着でゴール、タケデンファイター1着、2着はロジータ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはタケデンファイター。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭はオリーブオーキッド、アドラーブル先頭、残り 200m、 アドラーブル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオリーブオーキッド、アドラーブル、この馬で決まりか。アドラーブル今ゴールイン、段違いの強さです。アドラーブル1着、2着はオリーブオーキッド、これは桁外れの強さだ。アドラーブル、
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はゴールデンサッシュ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はタイキセクレタリー、残り 200m ゴールデンサッシュ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ノーブルオフ抜けた。オートリークライシス追いすがります。ノーブルオフ、ノーブルオフ1着、2着にはどうやらオートリークライシス、見事に勝ちました。ノーブルオフ、アリゾナテル敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の大和ゲーリック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはカリブソング、野上チャンピオン、この馬も好スタートを切りました。日高隼人前に行きそうです。続いてボサイチジョージ、イクノディクタス後位をキープ、その外にメジロアルダン、ムービースター、そのうちに続いています。内からは野上チャンピオン、大隅車台、そのうちに続いています。その外に大和ゲーリック、その外からメジロマーシャス、緑の帽子大優作、その後ろエリモスパーク、すぐ後ろ、その後ろに日本ピロブレイブ、バリエンテー、それに続きます。しんがりからノースシャトル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。17番日高隼人依然として先頭、その外からメジロアルダ、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のイクノディクタス現在先団に取り付いています。この辺りで先頭が変わりました。カリブソング、カリブソング、さらにリードを広げました。メジロアルダほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カリブソング先頭、差はほとんどない。2番手はイクノディクタス、先頭を捉えるか。やはりイクノディクタス先頭だ。あと 200m、 先頭はイクノディクタス。カリブソング必死に追いすがります。2番手はボサイチジョージ、イクノディクタス、この馬で決まりか。イクノディクタス今ゴールイン、段違いの強さです。イクノディクタス1着、2着はムービースター、これが最強女王の実力だ。イクノディクタス